はい、皆さんこんにちは、高橋育子です。朗読劇の作演出プロデュースをしたり、アニメの脚本を手掛けたりしています。このトーキングセッションは、朗読劇ユニット遺伝子195のオンラインサロン朗読研究室のコンテンツの一つです。月2回私がリスペクトしている方々をお招きしてお話を伺っています。 YouTube チャンネルではその冒頭部分を、少しご覧いただいております。さて第12回になりました。この第12回のゲストは、前回から引き続き劇団 B 級所属の、東谷さめ子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうね第11回で相当盛り上がってしまい、うん、もうなんかこうなんとか、うん、なんとか収めたみたいな感じで、で今日は、もうそのまあ、私がねもう大先輩として表現者のもうなんかもう背中を追いかけてるというふうにもう言ってるんですけどのサメ子さんに過去のこう出演者として見た遺伝子195の朗読劇とはっていうことをざっくばらんに伺えたらと思ってます。はい、はい、でちょうど実は今ね何でしょう、ちょうど前回もそうだったんですけどワークショップを春の特別スペシャルワークショップというのを今ずっとやっていて、でちょうどこれが配信される翌日が最終日なんですよ、ワークショップとしての。これまでこう第7回積んできて、で、それで、この配信日からすると来週にワークインプログレス、このワークショップに参加した人たちの中から優秀者を選抜してワークインプログレスで3日間で、朗読原爆詩集という演目を作り上げるという、ものになるんですけれども、まあ、サメ子さんには第1回の講師を務めていただいたとともにそのちょっとワークインプログレスについて触れられたらと思うんですけど、このまあ、ワークインプログレスっていうのが演劇作品の創作過程から本番までを公開していくというものなんですけれど、この7回にわたって積み重ねてを踏まえてのワークインプログレスで、これに対してサメ子さんからこう何でしょう、一昨年も実はね、見ていただいてるんですけど、ワークインプログレスの結果の部分、発表会の部分を、何かこう今回はこうゲストの、ね、講師を務めたということで、何かこう印象として感じていることなどを伺えたらと思うんですけど、はい、そうか、そうね、前回見させていただいたのって確か3日間くらいです。そう3日間、そう前回そう3日いつもそうなんですけど、1日目2日目でチーム2つに分けてそれぞれ稽古をし、3日目の午前、朝あと昼かに合流して、その夜に本番っていうものを、はい、やってます。今回はすごく、まあ、7回という回数で、まあ、積み上げていって、そしてっていうところじゃない、はいはい、まあ、私がね確かに1回目で私がまあ講師というかね、そういう立場でさせてもらった時に割と意識したのが、この後ずっとこう積み重ねて、そのワークインプログレス、そのね本番という位置のところまでこう登っていくんだなって思った時に、1回目でとにかく皆さんがその2回目以降をすごい吸収できるように、そういったところもすごく意識して、体の作り方だとか私がやってきた経験っていうのはお話しさせてもらったなって思ってて、だから私の中ではその、積み上げていく1回目があって、そして皆さんが2回目受けて3回目4回目5、6、7っていった時のその過程、変化していく過程っていうのが、これはねすごく何て言うんだろう、こういうのって人生の中で本当に自分が絵に行かない、キャッチしに行かないと得られない体験ですし、でその、最終形というかね、今回のワークショップにおける最終形っていうところでオーディションがあって、そこで表現者として立つっていうね、このこれはねすごく私も非常に興味があります。その変化の過程に興味がある。で前回その見せていただいた、原爆詩集の時なんかもね、すごくこうどちらかというとこう
空間、今回見事なタイトルだと思いますけど、その本来の声で空間を変えるっていう、その空間の捕まえ方、ここがすごくこうワークショップの中でどこまで皆さんが体感し体現できるところまでいけるのかなっていうのが、すごいこうドキドキしながら、すごく興味津々ですという感じです。うん、そうですよね。もうこの第1回から積み重ねていく、ね、私しかもこれって実は、見学オンラインでの見学も、受け付けていて、これはこう第1回から見られるようになっておりますので、で見学はね、第1回からワークインプログレスの稽古、3日目の稽古までが一つのパックになって見られるというもので、ワークショップなんで、ワークショップはねちょっとね明日で終わって4月の末までなんですよ。第7回まで見られるのは来週その月末までで終わってしまうので、もしよかったら早めに申し込んでいただいて、でワークインプログレスの方は5月3日から1週間見られるっていう状態になってるので、早くお申し込みいただく方が視聴時間が長いっていう感じになってるので、もしよかったら皆さんホームページからご覧いただければと、はい、思います。本当に、ね、興味ある方は、ね、ぜひ見ていただくと、すごくその変化をもう私もちょっと楽しみにしてるというかね、これちょっと聞いてもいいですか。あ、はいはい、その今回って7回まずこう1,2,3,4,5,6,7 と順番があるじゃないですか。その方を、はい、あります、設定した順番、これかなりちょっとなぜその、なんだろう。私はね、1回目を、ぜひやらせてもらいたかったし、1回目での役割っていうのがあるなと思ったんですけど、うん、その後からの、こう、順番は、どんな感じでつけてですね。はい、ありがとうございます。なんか、本当ね、順番すごく悩んで、でも、第1回は絶対サメ子さんだって思って決めてたのは、これをこう、第1回が、始まったのが3月10日。の水曜日と日曜日に A 組 B 組として2組ずつやってるんですけど、最初の週が、求められる俳優の在り方として、戸谷さめ子さんになっていただいた。でここはもうまさにこうこれから積んでいくにあたっての心構えを共有したかったし、そこを目指して作りますよ。遺伝子195はこういった下地というか心構えが必要で、それを持って取り組んでくれないと遺伝子195の表現には向かえないっていう意味での、それがこう私がやっぱサメ子さんと接した上で接してきてこうやっぱ感じた上で、これをもし役者にこうシェアしてもらえたらすごくありがたい。まず最初の心構えの部分っていう、これを持って始めてほしいっていうのがあったので、第1回が求められる俳優のあり方、逆に遺伝子1強が求める俳優のあり方ということなんですけど、そうだね、それで、それを第1回にして、で第2回は能楽師宝生流して方能楽師の河瀬隆さんに担当していただいて、能とは船弁慶とはっていうタイトルでやったんですけど、これはやっぱりこのワークインプワークショップ、ワークインプログレスの目的の一つに私が未来の出演者に会いたいっていうことがまず理由の第一で、で5月にはもうその船弁慶と、あと12月に潮騒の祈り、船弁慶は大塚明夫さん、潮騒の祈りは、有森成美さんをお招きしてやる公演で、ここの出演者オーディションなんですね。で本当に最初のスタートからやってもいいんですけど、全く ゼロからはいオーディションですってやってもいいんだけど、やっぱうちのやってることがむちゃくちゃ細かいし特殊だから、出会うにしても先に知っといてもらった方が精度の高い稽古ができるから、であるなら事前にワークショップをした上でオーディションを受けてくれた方が、ある種こう質の高い俳優と会えるっていう風な希望を持って、っていうのがあったの で私は現代劇であってもおのおの感じっていうのを自分の朗読劇に求めているので、ここは船弁慶を知ってもらうっ
ていう意味もそうだし、うん、おのおのことについて知ってもらうっていうのもあって、うん、あのそこで能楽師の川瀬さんに担当していただいたっていう、うんうん、でこの2つ、うん、そうですね、うん、で、サメ子さんはもう完全座学で、うん、あの第1回は座学で第2回も半分座学で、うん、半分実技で、これはあの、うん、歌い実際に歌ったり、あと所作もちょっとやっぱりあの、うん、西洋の人間の体の動作と、うん、その日本の伝統芸能の所作と違うので、うん、でこれはあの空白感を支配する上でも私はあの異なる部分だと思っているので、それをちょっと所作をね、あの、はいはい、うん、教えていただいたっていうのが、これが第2回で、第3回が即興感覚を磨く、うん、これは、うん、あのインプロのワークショップで、うん、カモメンタルの牧尾雄介さんにあの来ていただいて、彼はあの、うん、インプロバイザーとしても活躍していて、うん、あのお笑いのね、あのコントもされてるんですけど、うん、インプロの先生としても、あので遺伝子地球語としては2018年に、うん、あの出演していただいてるっていう経緯もあって、うん、あのここでちょっと私はインプロと牧尾さんを通じてインプロに出会って、これがあのやっぱ舞台に立つ上での基礎だと気づいたというか、今共演者とつながる、今お客さんとつながる、でこのつながり方っていうのと、あと人を受け入れること、受け入れていくことっていうのがないと舞台に立てないっていうぐらい、あの成立しないあのと思ったので、実技の第1回はあのインプロにしようと、っていうので、それが第3回で、第4回第5回はあのいつも協力していただいてる山下彩香さん、声優であり、あの今あの我々こうボイスチューナーというふうに呼んでおりますけど、あの声をね調律してもらうということで、第4回は唯一無二の声を発見する、でこれはあの本来の声でやらないと嘘っぽく聞こえてしまうっていうのがあって、あのそうなので、その本来の声でやることの説得力、うん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 、なので自分の声をとにかく見つけてほしいっていうのがあって、うんうんうん、まずそれをやる、で第5回はその唯一無二の声で奏でる、これはあの、はい、楽譜、あの言葉の楽譜と言われてる、あの読んでるうちの脚本 の、うん、のこの重ねて言葉を折り重ねていく部分で、うんうんうん、あのこれを実際にやってもらうっていうのが第5回、うん、5回で第6回が、うん、空間を支配する体と動きということで、うん、これはもう一回体に戻って、うん、これはですね、アーティスト専門のパーソナルトレーナーのコウさんをお招きして担当していただくんですけど、これで本当空間を支配する動きとはどういうものかっていうのをにチャレンジしてもらい、で第7回が私担当の、うんうん、ワンシーンを実際に作るっていう流れでございます。いやすごいね、すごいよねって思うんだよね。で本当にその必要な要素で、そこはもう明確にね、そういう方たちと出会いたいよっていう思いのもと で、すごいね、やっぱ設計されてるよね、しっかり、うん、こう順番までもね、うん、結構考えた、考えました ね、 なんかね、こう、うん、さんに担当していただく部分を、うん、あの最初にするか後にするかをすごく悩んだんですよ、うん、だけど私空間、そうです、空間を、でこれはあの最初に声に入る前にやってもいいかなと思ったんですけど、これこの先にワークインプログレスを目的にしてるので、まさにワークインプログレス、原爆実習で扱うときに、うん、あのの動きに直結してるので、何週も空いちゃうと忘れちゃうかもしれないって思ったので、私がやるちょい前にもう一回体に戻ってっていう風に組みました、うん、確かにそうかもしれないね、それそうかも、すごい大事な順番かもしれない、うん、思考にはまっちゃう、あの多分声のことを細かくやっていくとまた思考にはまっちゃうから、あのこれをこうしなきゃああしなきゃになっちゃうところから一回、うん、もう一回離れてもらう必要があると思って、そんな感じです、うん、はい、ありがとうございました。そう、そう、いや、そう考えたんですよ、どうやって効果的に積んでいけるかっていう、ね、まあ、ただこれをね
詰めるか詰めないかはもう本人次第だなと思っていて、一回一回単発のワークじゃなくて全部つながってますよっていうことは、結構言ってます。そういうことですね。っていう感じの、しかもそのワークショップに、ワークインプログレスに向けてなんですけど、実は本番は、本番のチケットを販売するんですけど、で多分この配信出てる時にはもうそれ告知できてると思うので、でその実は本番を見せた後のアフタートークに、サメ子さんと、あとボイスチューナーの山下彩香さんと、あと今回ゲスト出演として菰田真理さんにワークインプログレス出演していただくんですけど、この3名にアフタートークに登壇いただくことになるんですけど、まあ、ちょっとそこでもねきっと触れることになるんですけれど、そうなのでぜひ皆さん本番のもご覧いただけたらと思います。はい、ワークインプログレスも含めて、ぜひぜひ本当、きっとそこでね何でしょう、まあ普段の、原爆刺繍って詩だし、普段私がやってるって物語を伝えているのでちょっと違うとは思うんですけど、ひとまずちょっと多分アフタートークでも触れるとは思うのですが、ちょっとそのこのトーキングセッション用にちょっと 深めにこう伺いたいと思ったのが、何でしょう、サメ子さんには出演者として、そうだからその3人の、そう大事大事、3人がなぜこの3人なのかっていうのが、2011年の潮騒の祈りの出演者なんですよ。そうなんだよね。そうで、しかもこの2011年の潮騒の祈りというのが、言葉の楽譜ができた初めての公演、私が、朗読の台本はもうこれ言葉の楽譜として書こうって思った最初の公演で、遺伝子地球後の第0回公演というふうに位置づけてるんですけど、もうそれから10年経ちまして、こう改めてサメ子さんに伺いたいのが、遺伝子、まあ、その後お客さんとしてもね何本か見ていただいてて、改めて伺いたいのが、遺伝子地球後の朗読劇ってどんな何ですかねっていう、人に聞くのも変ですけど、印象としてどう感じてますか？まずね、とにかく主催の思いが強いということは、高橋彦さんの、主催の思いが強いってことは、すごく大きな特徴だと思います。思いが強いっていうことだけで言ってしまうとね、大勢いるじゃないって思うかもしれませんが、この私もその10年、まあ